皆さんおはようございます。福岡市議会議員の糸目雅樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の日付は令和3年4月22日でございます。大阪の方で3度目の緊急事態宣言を、要請したということで、またかということで、もう本当に国民の多くは疲れ果てたという状況に陥っているのではないでしょうか。今日はですね、ちょっと短い時間ではありますが、私がこの武漢コロナウイルスに関する考え方を改めてっていう部分と、新たにっていう部分、お話をしたいと思います。まず私はこの緊急事態宣言の必要性に関しては非常に疑わしい、懐疑的であるというふうに考えております。というのもですね、連日皆さんテレビを見て、武漢コロナの、武漢肺炎の、皆さん新型コロナウイルスと呼んでますが、私はあえて武漢コロナ、武漢肺炎というふうに呼ばせていただきますが、この感染状況について、報道がなされています。皆さんちょっと気づいていただきたいんですけども、今発表されている数字ってどれだけの期間で統計取ってるのか、まず考えてください。どんな疾病でもですね、1年間で何人が感染したかとかですね、1年で何人が亡くなったとかですね、そういう数字の取り方を取ると思うんですが、武漢コロナについてはどうですか。おそらく去年の2月のダイヤモンドクルーズのあったあの時からずっと統計を累積させている数字じゃないでしょうか。まずこの1点、統計の取り方としては非常にまずいですね。この累積していくんですが、これ増える一方でしかないんです。この数字を見せられて、私たちは日々不安に陥れられているわけです。で、もう一つですけども、結局ね、どんな病気も、お亡くなりになるかどうか、それで死んでしまうかどうかっていうところが非常にやっぱり重要なところなんですが、この武漢コロナに関する死者数もですね、だいぶ増えてきたというふうになって、皆さんすごく不安に感じておられます。でもですね、この数字がそもそも武漢コロナで皆さんがお亡くなりになった数字とは言えないんです。他の要因で亡くなっている方がかなりカウントされているんです。で、こういうのをね、結構ネットで、ずっと昔からですね、ずっと昔というか去年ぐらいからですね、そういう噂というのは流れていたので、私もそのことの真偽というのはちょっとよくわからなかったんですが、やっぱり、地元のですね、公立工科病院、私その公立工科病院の、議会議員もやっておりますので、そこでこの間一般質問させていただきまして、コロナで亡くなったというふうに扱われている方々は本当に武漢コロナで亡くなっているのか、質問しましたら、そうではないというふうに答弁をいただきました。つまりは、例えばですね、末期がんの方がですね、お亡くなりになる直前にですね、PCR 検査してみたら陽性が出たと。そういう方も武漢コロナで死んだという扱いになっています。で、それが、なぜそうなるかというと、やっぱり厚労省からの通達で、患者さんが亡くなった時に、何人が原因で亡くなったか、その死因を特定するのに手間をかけてはならんと、手間をかけないでくれという、配慮、配慮と言っていいのかどうかわからないですけど、そういう配慮があって、で、死亡、そして PCR 検査で陽性、この2つの要因がもう重なれば、コロナで死んだという扱いにしてもいいという通達が来ているそうです。これではね、皆さん、死者数の数字って、かなり不正確だと思います。一体どれだけの人たちがコロナの武漢コロナでお亡くなりになっているのか、実際の数は今発表されている数字よりもはるかに少ないと私は思います。で、おそらく重症者も同じことが言えるんじゃないでしょうか。もともと違う疾病でですね、もう重症になってたところに PCR したら陽性だったとかですね、実際のところどうなのかわからないんです。あまりにも情報が分からなすぎる。ということをやっぱり皆さん、ご理解をいただきたいなと思います。それと、2回目の緊急事態宣言が明けた3月の前半、ですね。
その後にですね、まあ、しばらくしてから大阪での感染者数が激増して東京を上回ったという話があります。皆さん考えていただきたいんですけども、感染者の数っていうのは当然その人口に比例するわけですよ。ならですね、東京の方は圧倒的に人口多いのに大阪がそれを追い越すっていうことは何か違うことが起きてるんですよね。それは何かって言ったら、まあ、これは私の、予想というかですね、私の考察ですけども、PCR 検査ものすごい大阪打ってるんじゃないのかなと思います。先日ですね、不要不急じゃない用事で大阪に行きましたら、そしたらですね、大阪駅の JR 大阪駅の中央口出たところに PCR 検査のモニター、モニター検査会みたいなのをやってたんです。モニター検査、まあ、こんなご時世ではありながらもやっぱり JR の大阪駅とはやっぱものすごい数の人たちがもう常時歩いてるわけです。その通行人にも、大きな声で呼びかけて PCR のモニター検査やってますよと、無料でやってます、ぜひ受けてくださいという呼びかけやってました。そんなんね、それは毎日毎日、その私2日行った時に2日ともやってました。で、まあ、いろんな証言からするとかなり一定期間ずっと毎日やってたように聞いています。これ毎日やったらね、当然 PCR の陽性者数はうなぎ登りに上がるに決まってあるんです。だから大阪での陽性者数が東京を上回ったというのはきっとこういうことが背景にあるんです。で、実際の感染者数の母数というのはほとんど変わってないんです。変わってない、ただ検査をしてそれがたくさん見えるようになっただけの話なんです。こういうことをやっぱりしっかり考察して、本当にこの武漢コロナっていうのはパンデミックなのか、本当に私たちは戦々恐々と恐れるべきなのか、そして最近大阪府はですね、不要不急の手術について、まあ、病床確保するためにですね、その手術を延期することを要請する、そんな発表もありましたけども、そもそもですね、手術に不要不急の手術ってあるんですか。緊急性があるから手術するっていうのはほとんどじゃないでしょうか。実際にですね、手術を延期されて腕骨折で手術しようとしてたけども、それは延期になって治るものが治らないというふうに悩んでおられる患者もおられるんです。そこのね、優先順位間違えてませんかということなんです。で、やはり国民の皆様におかれましてもですね、やっぱり報道の情報っていうのをやっぱり一度よく考えていただきたいんです。なんでこんなこと起きんねんと、先ほど言いましたけども、大阪の PCR の陽性者数が東京を上回るなんてことは普通に自然に生活してたらありえないんです。だから感染者数の母数が東京を上回ってるなんてことはありえないんです。よほどのことがない限り、何か特別なことやってない限り、普通にどちらも同じような生活をしてたら、同じ環境にいれば同じ比率になるはずなんです、人口に対して。それが逆転をする、それは極めて不自然、何かしらの働きかけ、何かしら特別な作業をしている、そういうことがもう当たり前に考えられるんです。だからテレビで言われている情報をそのまま聞くんじゃなくて、そういうことっておかしいよな、そんなことって起こるんか、起こりうるんかって、やっぱり皆さん頭の中でシミュレーションしていただきたいんです。考えていただきたいんです。今の報道の情報はかなり怪しい、私は疑っています。一つ一つやっぱり真相というのを、まあ、なるべく現場の方で取ってですね、分かったことについては、まあ、今回の甲賀病院 の一般質問の件もそうですけど、こうやって発信をしてい、っております。コロナに関しては去年は盛んにですね、正しく恐れよということをよく言われてました。最近全く聞かなくなりましたけども、やっぱり今一度立ち戻って、このコロナについて正しく情報を収集して正しく恐れる、こういうことをやっぱり皆さん心がけていただきたいなと思います。はい、今日はここまでとしたいと思います。またチャンネル登録もお願いをしたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。